ちょっとさ、ママ起こしてきて。ママ起こしてきてください。お茶を入れてきてです。お茶どない、お茶どない。あーちゃーん、あーちゃーん、寝起きなの？はい、あーちゃーん、寝起きなの？あーちゃん、あーちゃん、ちょっとさ、こっち来て。あーちゃん、太陽に浴びてたから。何言ってんだこいつ、何を言ってるの？あーちゃん、ちょっとこっち来て。何？今日は何の日ですか？明日誕生日。あ、チャラビです。チャラビユーレーです。ちゃんは今日25歳最後の日です。そうです。今日です。でも明日俺はちょっとお仕事で家にいれないから、うん、実質今日誕生日を祝うってことにします。イエーイ！イエーイ！イエーイ！チュコ！ということでこれからディナーに行きます。イエーイ！イエーイ！楽しみ。そう、ディナーに行くから。いや、やった。もっといい格好をしてください。はい、わかりました。着替えます。はい、釣りに行ったんですけど、はい、なんか降りたら、はい、みっくんがファンの方と写真撮ってて、こんな位置にこんなタイミングよくみっくんいるって思ったんですけど、これ一緒の行き先だとか。空に呼ばれたけど。あ、そうなんですね。あ、空で。そうなんだ。空で。うんうんうん。リサ、ちょっとこれ持ってくれる？じゃあ、え、あの、こっちです。はい、行きます。久しぶりのミキポンでございます。はい、もう嬉しい。マジミキポンの顔見て泣いたって感じだもん。本当に、本当にほぼ、ね、久しぶりだよね。ごめん、ね、本当に久しぶりです。本当にごめん。本当にマジで引きこもったの。ね、本当そう。本当そう。本当引きこもってた。本当そうなの。マジ嬉しい。でもこれは、はい、今日はあのバースデーもらったプレゼントを今から開封していきたいと思います。はい、お願いします。はい、こちらまずミキちゃんトラちゃんからのシャンパンです。これは。多分ホストをやったじゃん、うん、そのホストのこれはすごい、ね、でもこれめっちゃ嬉しい。すごいよね。プレミア、プレミアでしょ。だってカイちゃんのプレゼントが気になる。お、カイちゃんね、センスがあるんですよ。嬉しい。でなんかちょっと時期外れ。これちょっと来た来た、サイズ見てほしいね。サイズ見てほしい。サイズ、うん、サイズは何か悪いのか一応しばらく教えてほしい。合ってるかな、シバユが教えたサイズ。確かに。あ、ほんとに。これ、スタン・スミスの先週出たばっかの新作です。え、かわいい。え、ス
タンスミス。何スタンスミス。アディダスのめっちゃ有名な種類のブランド。ピントン。へえ、かわいい。見て。かわいい。センスがあるんです。かわいい。ね、シャンピー。だサイズがなんか23円かな。そう、あ、うん、3.5。それ聞いたら、スタンスミスなんか縦に長いっつってて、うん、普通23の人はみんな 22.5 選びますから、うん、これにした。え、待って、20ぴったりだと思う。え、23.5 で3を買ったんだね。え、22.3、あ、23やねんけど、うん、スタンスミスはちょっと大きめって言ってた。へぇー。え、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 足15センチぐらいしかないじゃん。待って待って、もしかしたら中に、中は中に、入ったら違う。大丈夫。いやでも、あ、でも全然大丈夫。あ、でも、あ、いいじゃん。本当？緩くない？いける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 。待って待って、めっちゃ緩そう。大丈夫。ちょっと緩いけど。交換しとこうか。大丈夫大丈夫、全然。足ちっちゃくない？足めっちゃちっちゃい。いや、ありがとう。かわいい。それと、これと、これですね。もう一つが、これはちょっとシーズン違いなんですけど、はい、入れ物かわいい。ジェシーぐらいで、うわっ、かわいい。見て見て見て、ポーズ。ヒップだよ。ヒップ？ヒップって呼んで。顔がなんか合わせてる。確かに。これがなんかもうまた再販されてるけど、これが出たソースはもう即売即完したらって。かわいい。こういう、かわいい。ありがとう。ワンピースとだね。あ、いいですね。ありがとうございます。ミキポンがこちらです。あら、なんですか。いや、あのね、本当にいろいろ迷って、あやなら買わないようなアクセサリーにしようとか思ったんだけど、でも見せしないから。いい、そんなこと。あーちゃんはやっぱ派手なものが好きだから、なんか派手。でもフェンティは確かに派手ブランドなんだけど、でもなんか基本的に実用的なものがいいなって思って。はい、でももしかしたら他の人にもらってるかなって思ったから。いや、絶対もらってないと思う。あげます。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、すごいすごいすごい、すごい、落ちたかな。何これ、何これ、何これ。え、すごいすごいすごい。あのね、付箋もね、しこたまやだね。誕生を、誕生日がない。あ、ない。目と、なんでそんなシステムにした。え、なんか中二病みたいなって誕生を言うと。なんで、あれ、どこ行った。あ、行っちゃったね。え、なんで誕生でこう。あれ、ちゃんと書いたのに。なんでこのシステムにしたんですか。え、なんか手紙書こうと思ったら、そこに派生があったから。その事故を受けること受け合い。え、勝負。本州ラブババアよりって書いてあります。かわいい。開けてみよう。怖い怖い。怖い。本当にプレゼントが苦手なの。開けられる瞬間怖い。開けられる瞬間怖い。せーの、じゃん。うわ、かわいい。キーケースだ。え、でもキーケース持ってるしさ、入ってたらどうしようと思って。いや、なんか中古のビトンのやつ。めちゃくちゃ鍵今なんか裸でカバンに持ってる。めちゃめちゃフリービージム。確かにフリービージム、超フリービージムじゃん。え、よかった。使えるか。可愛い。しかもめっちゃピンクで可愛い。ピンク迷ったの。え、超嬉しい。よかった。え、しかもこの間くれたんですよ、タンブレを。そうだね。タンブレもらえた。あ、フェンディの。あれなの、なんか合わない。合う。でも違う。ちょっと違う、ちょっと違うけど、ちょっと違うけど、合う。ピンクでは。すごい。めっちゃいい。迷った。ありがとうございます。なんかプレゼント開封ここでしすぎるとちょっと時間があれになってしまうので、ここのシーンは一旦ここで終わりにして、あとはお家に帰ってから紹介します。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。よかった、マジおめでとう。ありがとうございます。いきます。はい、来てください。いい写真。あざーす。フレピフレピ、何これ、かわいい。
ジで OK です。友達にさアンパンマンに優しいペレはいけ、みんなの夢守るためアクマの笑顔の悪巧み天使天使天使キッカーキッカーマンバン甘い魔界でエースケリの最後に一言よくな愛してる愛してるって言ったよ。ありがとうございました皆さん。昨日はねいっぱいいろんな人に祝ってもらって本当に本当に幸せでした。てかね、なんかさプレゼントに名前が書いてなくってブワーってあったから中身とそのあげたくれた人が全然一致してなかったから、私これあげましたっていうやつ教えてほしい。本当にごめん、覚えてられなかった。うーくんはねあれをくれたんだ。ふうくんはプレゼントにブレスレットをくれました。私がね、なんかキラキラの、なんかブレスレットが欲しいって言ってたら、ま、言ってたのを前にね、聞いてたんだと思うんですけど、それを買ってきてくれました。あと、姫旅行券っていう、なんか、しばゆと、なんかしばゆの後輩で、あやなを姫みたいにする旅行券っていうのを、なんかもらったんで、いつか発動したいと思います当日は動画編集をしてマネージャーに家にいてもらってポンスと過ごしたりとか、夜はどうしようかな、ご飯食べ行こうかな。特に当日は予定がありません。昨日が幸せだったので当日は頑張って編集やら何やらしたいと思います。あと皆さんのリプライとか動画とか画像とか本当に嬉しいです。ありがとうございます。というわけでサブちゃんおしまーい。バイバイ。みんなありがとう。大好き。